原宏明選手、アレンジ山藤、フェアリニーゼット。さあ、マキ選手はですね、FR クラスへの参加となりました藤原選手。さあ同じような色のですね、デッドとマッチョクは現在に行きました。これは PR です、デッドですね。さあ、両チームの方は1分29秒29、1分29秒29。さあ、大谷選手が4番手。FR クラス現在4番手となりました大谷選手。さあ FR クラスは吉田選手の1分28秒35。さあ2番手は須藤選手が1分26秒57とですね、この間がかなり空いておりますのでですね、まあどうでしょう、この中間にいるのは安いとは言わないですけども、まあ間が広い分ですね、入る確率は高いのかなという気がしました。さあ、そしてデッキ選手、デッキ選手の FR クラス、さあ、実質、昨年度、ラストデッキ選手が座りたかったところですが、本日はダブルエントリーのところですね、ラスト前となっております、金選手、なのも早いな、藤原君。さあ、藤原選手の Z は、1分25秒03。さあ、間に入れてきましたね。1分25秒03は2番手タイプですが、ペナルティーがあったか。さあ、大きい車の照明か。スカロームです。前を引っ掛けてきましたようだ。ペナルティー、火がついて、藤原選手は5番手に交代。さあ、ラストゼッケンではないですね、鈴木伸選手、ラスト前ゼッケンとなっておりますが、さあ、現在走行中、そして、それから 4WT クラスへ移ってまいります、本日、こちらにインカッターと、昭和整備ランサー。さあ、もう新選手も2016年あたりまではですね、強制シリーズ、インクレッパで参加して、売れておりました。さあ、ランサーになって戻ってきてくれたわけですが、そして鈴木伸選手のゴールタイムが